こんにちは、まーです。グラサマやっていきたいと思います。はい、ということでね、今日はなんですけども、早速グラサマスゴロクやっていきたいと思います。毎日ログインでサイコロ1個ゲット、あと体力100消費でサイコロもう1個ゲット。100だったのね。割と、あ、でもあっという間か、100って。いきます。5。あー、クリスタルを通り過ぎてゆく。あ、はい、終了いたしました。はい、ということでね、今ログインしたばっかだったんですね、まさに。はい、ということで、新イベやらいろいろ来ましたね。グラサマスゴロク、新ログインキャンペーン。期間限定ですね。サイコロを振り、出た目の数だけ進み、止まったマスの報酬。一周するごとにボーナスを獲得。ログインで1日1回。1日に体力を100消費すると、さらに1回。まあ、グラ様みたいにね、結構周回するときってスタミナ使うから、あっという間なんじゃないでしょうか。サイコロの回数はストックされるため、最終日に全て振ることも可能。はいはいはい。いいですね。はい。ということでね、まあ今回メンテが終わりまして、新しい大型イベント、聖堂の闘士たちが来ました。で、今回はですね、4ステップで、バーミリアかベロニカが確定という試みみたいですね。まあ、結構あるよね、こういうステップアップってね。うんうんうん。はい。ということで、私もね、早速ね、引きたいんだけど、ちょっと待ってもらっていい？このね、日替わりランチさ、大丈夫？やっぱりね、日替わりなんだよ。そうなのよ。結構きついのよね、これ。だって、日替わりも引きたいし、この新しいのも引きたいし、でも新しいのは11日まで一応期間があるっていうところを考えるとですよ。ね。待ってよ。やべえ、今日までだ。このミッションもやらな。やべえ。やべえぞ。お、でも、結構もらったな。とりあえずね、無料を引きます。やばいね。でも、150個。私昨日ログインしてるよね、ちゃんと。してるしてる。150あればいいんだから。いけそうだね。うん。いけるいける、きっと。よし。呼んでない。はい、ということでね。これを押したらどうなるの？あー、なるほどね。はい、早速ね。大型イベント。ちょっと一回保留にしてですね、こちら、ロゼッタ&レオーネ登場ということでね、日替わり引いていきたいと思います。明日、新しいこの大型は引こうかな、と思います。2ステップ目以降はいつも通り多分無償はダメだよね。書いてるかな？そうだね、優勝だよね。うん、はい。ということでね、こちら、超英雄祭、引いていきたいと思います。一応、ロゼッタちゃんは持っております。はい。いきます。石がどんどんなくなってくよ。なんか、こうポンポン50個使うってなかなかないよね。あー、一個かー。これは、やべ、神経衰弱みたいになってるぞ。
おい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 。さあ、誰が来る？おいおい、出すぎだろう。うわあ！水稲だっけ？いやー、まあ、嬉しくないこともないけども。いやはや。そうかい、そうかい。まあ、この人もね、覚醒しそうだけどね。はい、ということでね、石をかき集めて、明日以降にですね、この聖堂の闘士たちのガチャを引いて、最後っていうか、その次ボックスと剣士ベリックのガチャ引いていきたいと思います。頑張って石集めます。はい、ということでね、よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。